It's no man's land. Cold and harsh. Full of cutthroats, robbers, and other scumbags. But with tremendous opportunities. Everything you find, you can keep. はい、皆様、こんばんは。ビットマン TV 特別編のお時間でございます。本日はですね、前々から言っております通り、テンセットの第6のジェムでございます。第6のジェム。ジェムというのは、ローンチパッドみたいなものでございましょうか。言ってしまうと、テンセットが選んだ有料なプロジェクトをご案内するというね、それが、いわゆるテンセットのジェムということ。これの第6弾がね、なんと、最近ね、発表されたということで、どうでございましたか？皆様、今さっきの映像を見ていただけましたでしょうか？何か、アラスカゴールドラッシュという新しいね、プロジェクト、ジェムがね、発表されたということで、今回はそれをね、皆様にご案内をね、していきたいなというふうに思っているところでございます。ぜひとも、まあ、10分ぐらいのね、動画にはなるかなというふうに思いますけれども、今までどういったジェムが、まあ、第6と言っておりますから、今まで5回ね、ジェムがあったわけでございますよ。うん。その5回のジェムの振り返りと、このアラスカゴールドラッシュ、どういった形で仕上がっていくのか、いつね、いわゆる発売日、がいつなの、まあ、いわゆるセール日がいつなのとかね、それに参加するにはどうすればいいのとか、そういったところをね、ちょっと皆様と情報共有していきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いかがでしたか？2回目聞きますけれども、先ほどね、冒頭で見ていただいた映像が、アラスカゴールドラッシュという第6のジェムで発表される、いわゆるね、ゲーム通貨になっております。カラットでございましょうか？カラットというゲーム内通貨の、今回は発表ということでございますね。で、今の冒頭のね、映像を見ていただいた方であれば、いや、これ、どうなのと、今までね、まあ、仮想通貨関係、いわゆる BCG でございましょうか、ブロックチェーンゲームというふうに言われているやつですよ。まあね、進行のところが結構多いので、まあ、作りとかね、そういったものに関しては、結構荒いというところがあると思うんでございますけれども、このアラスカゴールドラッシュというのは、なんとね、元、スタートが Web3、いわゆる BCG、ブロックチェーンゲームではなくて、Web2 の時からね、いわゆる Web2 の、まあ、ゲームとして、元々はあったものなんですよ。元々あったもの。Web2 ゲームとして。まあ、いわゆるパソコンとか、ああいったもので、ダウンロードして遊ぶ用のゲームとして、元々あったものなのかな。で、それが今回ね、新しく、言ってしまうと、この Web3 ゲームの方に、まあ、進行してこようやないかいと、ね、満を持して、行こうやないかいということで、今回ね、発表に至った、そこの後ろ盾でございましょうか。これがテンセットということで、言っちまうと、元々あった人気のゲームが、テンセットとタッグを組んだということで、今回のね、発表に至ったというわけでございます。これが、とにかく、この第6のジェム、アラスカゴールドラッシュの、まあ、発表に至る経緯ということでございますね。よろしくお願いいたします。で、まだまだね、情報続きます。いいですか？まず、この、アラスカゴールドラッシュ。はい。先に言っておきますけれども、セールに参加するための条件、販売条件というやつですね。これ右側に書いておりますけれども、TGLP、NFT を保持、まあ所有するか、もしくは5000枚のテンセットを、まあロックしてくださいよというね、形。これを、この2つの条件を、まあどちらかをね、満たした方に関しては、このアラスカゴールドラッシュの、言ってしまうとプレセールにね、参加ができるという形になっております。で、プレセールの日にちに関して言うならば、まあ、ここ英語で書いておりますけれども、3月の18日から、まあ、3月の18日にね、プレセールが開始をするということで、この日にちに関してはね、よく覚えておいてください。お間違いなきようよろしくお願いいたします。で、今ね、こちら、さっき言いましたけども、5000枚のテンセットをね、ロックした方は、まずこのプレセールの方に参加ができると。で、今、この TGLP に関して、どれぐらいの枠がね、まあ、言ってしまうと埋まってるのかっていうと、今ここ見ていただいたらわかるように、1万の枠があって、今4503。
が埋まっているような状況でございます。つまり、5497枠が今余って、いるような状況になっております。で、一時はねかなりこれ人気だったんですよ。だからもう枠の空き待ちみたいな状況になっていたので、なんでこれ今、4500しか埋まってないのと人気なくなっちゃったのって思った方いるでしょ。違うんですよ。これからくりがあって、さっきの画像にちょっと戻りますけれども、いいですか、ちょっと戻しますよ。最近のジェムを見るというところを押しましょう。上から下に行きましょう。はい、こういった形。はい、ここに書いてありますよね。 TGLP NFT っていうものがあるんですけども、もともとねこれね、テンセットをロックして、まあ、1年間ロックした方はこのジェムのいわゆるね参加権が与えられますよと。で、1年終わった方々がまあ言ってしまうとですよ、 NFT を購入しても、あのこの TGLP NFT というものを購入してもね、同じ権利が得られるということで、だから前々からこのテンセットをロックしていた方のロック解除が行われて、もう一回ほらね、中に入れて、ロックすると、まあ、言ってしまった価格変動とかもああいったものもあるので、やっぱりこう NFT としてね、TGLP の NFT として売り出しますよっていうのが、これ流れになってたんですよ。ですから、5400ぐらいかな。この、まあ、ね、なんか人気ないんじゃないのと思った方いるかもしれませんけども、実はからくりとしてはそういった形。ロック解除した方々が NFT をまあ、言ってしまう代わりに購入をしたみたいな形になって、だからロックをね、する必要がなくなったというところで、ああいった形で開いているということでございます。で、もし、だからその、テンセットをね、まあ、たくさん持っていて、まあ、NFT はいらないけれども、まあ、テンセット1年間ぐらいロックしていいかなって思う方は、さっき、言った、見たところですよね。この、テンセットの、こちらでございます。TGLP に登録するというところを押していただいて、ここ、ゲットスタートというところを押していただくと、言ってしまうとね、ウォレットと接続されて参加ができるようなね、状況になります。それが、TGLP の、まあ、軽めな説明というところでございますね。で、話は、戻りますけれども、新しくね、第6のジェムが発表されて、そんなジェムというものがあるんだと、じゃあ今まで、第5回やっているわけじゃないですか。ジェムというものをね、今までどういった流れで経緯として歩んできたか。はい。カンガエクスチェンジ。はい。そして、メタヒーロー。そして、エバードーム。私、ビットマン TV 大好きですよ。エバードーム。そして、フェイム MMA。そして、サトシアイランドという5回のね、ジェムが今まで行われておりました。で、今まで、じゃあ、その5回のジェム、どういった形で価格が上昇してきていたのかというものをね、まずちょっと振り返ってからの、アラスカにもう一回戻っていきましょうか。まず、カンガエクスチェンジ。カンガですね、これ、右側の下の方に、アーテーハ。シンスローンチって書いてありますよね。これ何かって言ったら、言ってしまうと、上場後の最高値。1800% どういうことか、18倍になっていると。売り出し価格から18倍がマックス値でございます。はい。メタヒーローが、はい、16800%、つまり、168倍になっていったということでございます。エバードーム、9400%、94倍。はい、いいですか、プレセールで購入した方々が、マックスアーテハ94倍をつけたということでございますね。で、フェイム MMA が 30000%、これどういうことか、300倍の価格上昇をね、見せてきたということでございます。そして、直近であったサトシアイランドでございますね。これが 2000% ということは、言ってしまうとアーテーハー価格売り出しプレセールから20倍になっていたと。今までの第5回のジェムに関してはそういったね奇跡がある。これがテンセットのジェムの勢いでございます。ありがとうございます。で、今回新しく先ほど見ていただきました冒頭でアラスカゴールドラッシュという第6のジェムがとうとうね発表されたということで、ここはおめでとうございますということでございます。で、今までね、さっき言ったように、わかりますよね、何百倍とか何十倍って上がってますけれども、前提として言わせてください。必ずしもまあね、上がるとは言い切れません。必ずしも上がるとは言い切れませんけれども、今までの流れで行くならば、まあ、ある程度の上昇倍率はね、見せてくれるんじゃないかなと、ビットマン TV も、まあ、ちょっと期待をね、しているところでございます。OK でございましたか。これが、まずはテンセット、TGLP 概要、そして今回のアラスカゴールドラッシュ発表概要、ある程度の大枠の概要でございます。OK でございましょうか。3月の18日にね、発表、そしてプレセールに参加するためには TGLP の NFT を持っているか、5000点セットをロックしてくださいよということでございますね。で、こちら、ローンチデータっていうのがあると思うんですけれども、これなんぞやほいと。これ何かって言いますと、一応ね、このアラスカゴールドラッシュの、この発表されたキャラットという通貨、カラットという通貨が、まあ、取引所に上場。
される、目標日みたいな形でございます。つまり4月の上旬にこれ取引所の方に上場がねされる予定でありますというふうに言っております。ですからまあプレセールが終わってからだいたい10日から、まあ、2週間ぐらいで、どこかしらのまあね、まあ、中央集権型でございます。まあおそらくビットマン TV のこれ今から言うのはビットマン TV の予想ですよ。ビットマン TV の予想ですけども、おそらくまあ OKX さんねが、まあ、ある程度筆頭には上がってくるんじゃないかなというところでね、ここは期待をねしておきたいところでございましょう。で、あと一つ気になっている方多いと思うんでございますけれども、まあ一人当たりのね最大購入枚数いくらなの、何枚何ドル分購入ができるのっていう気になる方がいると思うんですけども、ここはねまだね運営の方から発表がねまだないような状況になっております。 OK でございましょうか。ですから、その一人当たりの最大購入数に関してはまあ続報を待てみたいなねことになるわけでございますけども、今までの流れから言うならばまあどうでしょう、500から1000ドルぐらいの間なんじゃないかなっていう感じがねしております。500ドルから1000ドルぐらいの間なんじゃないかなという形がねしておる次第でございます。で今言った500から1000ドルぐらい、これは一応ねこの TGLP の NFT を持っている方が、もしくは5000枚のテンセットをロックしている方はそういった形なんですよ。ただこれアラスカゴールドラッシュのね、まあ言っちゃうとすごいところというか、まあここがさらに付随されるんですけれども、このアラスカゴールドラッシュで発表されている NFT があるんですよ。このいわゆる、まあゲーム内 NFT でいいのかな、立ち位置としたら。アラスカゴールドラッシュの、まあこのキャラクターが載っている TGLP NFT。うん。それを持っている方に関して言うと、2倍量の購入枠がもらえるらしいでございます。OK でございましょうか。ですから、このアラスカゴールドラッシュの NFT を持っている方は、さらにもう追加で、購入枠がね、もらえるということで、普通であれば500から1000なんだけど、それが1000から2000にね上がるというのが今回のこのアラスカゴールドラッシュの、第6のジェムの特徴にもね一つなっております。 OK でございましょうか。で、もともとねさっき冒頭で言いましたけれども、 Web2 の方であったゲームなんですよね。だからそれがさっきの初めのね見ていただいた映像、ああいった世界観でまあ Web3 のブロックチェーンゲームの方に進出をしてくるという形。じゃあもともと Web2 の方でどれぐらいの人がいたのというふうにね気になる方いらっしゃいますでしょ。これびっくりしますよ皆様、よろしくお願いします。何人か、はい、なんとなんと1000万人の方がこの Web2 のもともとあったアラスカゴールドラッシュというものをね、まあ言っちゃうとこうダウンロードしてまあプレイして楽しんでいたという経緯があるらしいんです。それを加味するならば、このねまあもともとほら Web2 の方でやっていたので、そっちの方ではほら稼いでも現実のお金として、別にブロックチェーンゲーム Web3 ゲームではないので現実のお金として引き出すことはできないわけじゃないですか。だけれども今回はこの Web3 版ということで、キャラットというものをまあ言ってしまうとね、このゲームの中で稼ぐんでしょうと。でその稼いだキャラットがまあさっきも言ったように4月上旬あたりにどっかの取引所に上場されますから、まあそこに送っていただいてまあ売る、つまり実際の生活もね、まあそういったゲームの中で稼いだお金で実際の生活もまあちょっとこうねお小遣い稼ぎができるようなものがまあこの Web3 版のゲームになるわけでございますけども、 Web2 版の時点で1000万人様がねいらっしゃったということで、まあそれぐらいね元々は勢いのあったゲームでございますということでございます。まあここまで聞いた方であれば、 ある程度ね形としてはまあしっかりねしていたんだなっていうのがねまあわかるかなというところですね。でまあ今見ていただいているのがちょっと場所を変えまして、アラスカゴールドラッシュのツイッターの方になりますね。でこの固定されたツイッターの方を見るとちょっと押してみましょうか。はい、あ、翻訳機能がこうついてないですね。一応ねこちら見ていただいたらわかるように0.025 ドルでございます。1カラットがですね。でこれねびっくりすることがあって、その上場価格ですよ、普通ですよ。まあプレセールで購入した価格と上場価格って基本一緒じゃないですか。だからそれこそ言うならば直近で言うとあれですよね、ビットゲットさんであったハロですよ。ハロという通貨は1枚あたり 0.02 ドルで、プレセール購入したじゃないですか、チケットが当たって購入したと。で当然上場価格も 0.02 ドルからスタートなんですよ。ただこのキャラットというね、このテンセットの第6のジェム、アラスカゴールドラッシュのキャラットという通貨に関して言うと、プレセールは 0.025 ドルなんでございますけども、1枚あたりね。だけども上場価格が 0.03 ドルということで、スタート価格から、もうほぼ勝ってるというような、ね、状況になっていると。だからここがねまたまた面白いところでございますよというところでございますね。でここでもね載っているんでございますけれども、まあ3月のね18日に、一応プレセールが開始ということで、ここは気にしておいてください。よろしくお願いいたします。ゲームの
ゲーム感としたらこういった形になるのかな。上から下行ってみましょうか。もうちょっと下に降りていきましょう。あ、さっきね、これ見ていただいたものが、これ、この映像になりますけれども、まあ、それがね、まあ、アラスカ、ゴールドラッシュの大枠になっております。OK でございましょうか。で、今ね、ずっと皆様にお伝えしているのが、まあ、概要、並びにある程度詳しいね、内容になっているわけでございますけれども、まあ、3月18プレセール、4月上旬上場を目指していくという形。で、今から言うのは、まあ、ビットバン TV のね、まあ、主観で、言いますよ。だから、それをある程度聞いてね、それを聞いて、まあ、今回の、このアラスカゴールドラッシュ参加するかどうかっていうのはね、まあ、おのおのの判断にね、任せますから、そこをね、ちょっとこう参考にしてみてください。OK でございましょうか。で、ここから先はビットマン TV の主観でございます。ゲーム系通貨、一つね。で、今回、まあ、そのテンセットで発表されるね、今回のこのキャラットという通貨もそうなんですけれども、まあ、初めてですよ。テンセットではゲーム系をね、取り扱うのは。そこが、まず期待値としては、まあ、どれぐらいの期待値があるかどうかっていうのは、まず不透明なところ、わかんないところ。ただ、初めてそういう種類のものをやるよっていう期待感はね、当然期待値は高いでございましょう。うん。そういった意味で、初めてというところですよ。分野的にはね。まずそれが一つ。ただ、その、私、ビットマン TV がね、ほら、皆様に前々から、動画でもね、まあ、お伝えしているように、ビットマン TV もね、ブロックチェーンゲームやってるんですよ。やっているわけでございます。OK でございましょうか。で、このやっていて、実際に思うのが、やっぱりこうね、ゲームの中で稼いだ通貨を、どういう風に運営が考えているのかっていうのが、このゲーム系通貨のね、ものすごく重要なところなんでございますよ。OK でございます。で、だから、例えで言うならば、まあ、アクシーインフィニティとかね、そういったブロックチェーンゲーム、あったじゃないですか。だから、アクシーとかいうものは、まあ、ゲームの中で稼げましたと。それを、そのアクシーというゲームの中でさらに使えるように、より、要するに、使用用途がゲームの中でものすごく大きいんだというところがあればね、やっちゃったわけですよ。売りやすい、もうね、みんな稼いだ、アクシーを取引所に送ってね、売り、みたいなね、ことにはなっていたわけじゃないですか。あれで、価格の暴落が起こってしまった。だから、今回のこのアラスカゴールドラッシュに関して言うならば、まあ、もともとね、その Web2 版のゲームであったものを基盤として Web3 上に持ってくるわけですから、そういった基盤的なものもある程度、こう、作られた状態でリリースされるんじゃないかなという期待感はね、ぶっちゃけある。そこはあると。だから、ほら。わかりますよね。こうね、ゴールドラッシュというぐらいですから、アラスカの、なんかね、1800年代ぐらいの時代をモチーフにしてやっている。リアルにあったゴールドラッシュを舞台にしてるらしいんですよ。だから、こう、例えばね、こう、掘るための、こう、わかりますね、トンカチみたいなやつとかね。あと、こう、ダイナマイトとか。うん。ああいったものを、だからこう、購入するためのお金。で、そのダイナマイトとか、そういったものを、まあ、買えば、言ってしまうと、ね、わかりますよ。より一層、こう、金がね、こう、掘りやすくなるとか、キャラットがより一層稼ぎやすくなるとか、そういった状況になればね、やっぱりこう、ゲームの中で経済圏がバーっと生まれてくるわけですから、それは当然ですけれども、やっぱりね、稼いだキャラットを取引所に送って、売りにかけるっていう方の数が少なくなるわけですから、当然、価格もね、まあ、下落しにくくなるよねっていうところがやっぱあるんですよ。まずこれが一つ目。で、あと一つは、時期的な話させてもらってもいいですか？どういったことか。はい。今さっき言ったのが、ゲーム系通貨に対する、まあ、ビットマン TV の価格が落ちないようにするためにはどうすればいいかという考え方ですよね。で、あと一つは、今ね、こう、仮想通貨業界、冬がちょっとこう終わりかけている。で、こうね、来年ですよ、来年ね。だから2024年に、まあ、ビットコインの半減期があると。だから、来年、再来年にかけて、またこうね、仮想通貨業界が大盛り上がりしてくる可能性が、これは可能性のものですよ。可能性があると。いうことですね。で、なんで来年っていう風に言ったのか。実はこれね、あるんですよ。プレセール。まあ、いわゆる、このプレセールにね、参加した方、さっき言った5000、テンセットをロックしている方とか、TGLP NFT を持っている方、ね、こういった方々はプレセールに参加できるじゃないですか。で、このプレセールで購入した方々っていうのは、まず、その、初めにね、まあ、500ドル分購入ができましたってなったら、そのうちの 10%、つまり、50ドル、500ドル分購入ができますよってなったら、50ドル分ね、10% ですから、50ドル分の、まず、この、アラスカゴールドラッシュのカラット、キャラットという通貨が、まず、配布されます。OK ですか。で、残り 90% どうなるのってことなんですけど、残り 90% は、今から1年間。だから、配布が開始されてから1年間かけて、ちょこちょこね、まあ、いわゆる、入ってくるというような状況になると。そういうことでございますね。わかります？ OK ですか？今言ったんでわかりますよね。それの何がいいのと。つまり、こういうことですよ。1年、まあ、来年ね、2024年、2025年に仮想通貨業界の大きな波が来た時にちょうどね、このアラスカゴールドラッシュのキャラットが、ある程度、こうね、ロックアップ、がされて、まあ、いわゆるロック解除がされて、ちょうど
と仮想通貨業界が波に乗っている時にこのアラスカゴールドラッシュのキャラともブレーッと上がってきていたからの売りみたいなね、それもありなんじゃないかと、まあ売ること前提で今言っちゃいましたけれども、まあそういったねことも現実的には可能だよねというところでございます。であと一つは1年後っていう話もしましたけれども、そもそもその 10% ね、まあ言っちゃうとこう配布されるわけじゃないですか、初めに。ってことは、初めの売り圧が当然少ないということでございますから、こういったところもね、価格がやっぱりこう初めの段階で落ちにくいというところもね、やっぱりあるかなというふうに思います。まずそれが、まあゲーム系のね、このアラスカゴールドラッシュのキャラットというね、通貨の、まあ大枠のね、特徴。一般の方々が、まあプレセールにね、参加した際の価格動向、気になるところでございましょうけれども、10% が配布、そして残りの 90% は1年かけて、ロック解除がされていきますよというところがね、まあ一つ、まあ魅力でもあるところかなというふうなね、感じがしております。はい、そういうわけで、この、今度ね、第6のジェムとして、開催されますアラスカゴールドラッシュ。もし余裕がある方がいるのであれば、ぜひともね、ご参加のほどお待ちしております。まあ、ここに関しては、まあずっと言っておりますけれども、ある程度ねテンセットを持っている方であるとか、今であればちょっとごめんなさい戻っていいですか、今であればテンセットだいたいいくらぐらいでしょうかね、ドルベースでいくならば今 0.65 ドルぐらいですから、だからもし5000テンセット購入した場合、まあ3000から3500ドルぐらい、だから日本で言うならば45万とか50万ぐらいかなぐらいで、まあ言ってしまうと、このね、テンセットのジェム、まあいわゆる TGLP、テンセットをロックする方ですよ、あっちの方にねまだ購入枠っていうのが5000ぐらいありますから、5400ぐらいだったかな、5400枠ぐらいありますから、まあ余裕がある方じゃないとね、なかなか難しいところかなというふうに思いますけども、ある程度こうね、お金がまあ余裕があるよという方は、これね購入して、テンセットのね、こちらの方にも参加をねしてみてもいいかもしれません。よろしくお願いいたします。 TGLP の方ですよ、よろしくお願いいたします。はい、それでは、ちょっとこうね、コンパクトにビットマン TV まとめたつもりでございますけれども、今回は第6のジェムアラスカゴールドラッシュの、プレセールの情報をねお伝えさせていただきました。興味がある方ぜひともね参加をしてみてください。それでは次の特別編の配信で、またお会いしましょう。では。